を執り行います。千曲市日本遺産センターに改修工事をいたしました。改修工事でございますが、エントランスホールや事務所を令和2年度に、展示室やレストランを兼ね備えた多目的ホールを令和3年度に改修し、この12月9日に竣工いたしました。仙台では日本遺産月の都千曲の情報発信や観光案内のほか、レストランリルルーダ様によるオバステイタリアンが楽しめるレストランが併設されております。それでは主催者を代表いたしまして、小川修一千曲市長より皆様にご挨拶申し上げます。それでは小川市長、よろしくお願いいたします。本日ここに千曲市日本遺産センターの完成式典が挙行、完成式典を挙行するにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。さて、令和2年の6月に千曲市月の都千曲ということで文化庁から日本遺産に認定を受けまして、この間市といたしましては、地域活性化のために関係団体の皆様とともに日本遺産推進事業を実施しているところであります。千曲市日本遺産センターは地域活性化の拠点とするために、旧オバステ観光会館を本年1月から3月にかけて第1期工事としてエントランスの改修を行いました。4月6日にプレオープンをいたしたところであります。また9月からの第2期工事により、展示室や厨房を含むレストランエリアの改修工事を行いまして、12月9日リニューアル工事が完了、そしてここオバステの棚田の地に完成させることができました。こうした素晴らしいセンターができましたことは、建設工事関係者の皆様の熱意とご協力に加えまして、ひとえに地元の住民の皆様、そして市議会の皆様と関係する皆様のご尽力の賜物でございます。この場を借りて改めて厚く御礼申し上げます。センターはお客様へのおもてなしや観光案内を行うエントランスに加えまして、日本遺産に認定された主要文化財等の文献の展示、そして月の都千曲の情報発信を行う展示室、そして本日この後皆様のレセプションを行う会場になりますレストランイル・ルーナの営業、そして日本遺産に関連するイベント等が開催できる多目的ホールを備えまして、今後は地域に根付いた地域活性化の拠点として育てていきたいと考えております。続きまして、ご来賓の方々を代表いたしまして、和田秀幸千曲市議会議長様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。それでは和田様、よろしくお願いいたします。まずはじめに月の都千曲の日本遺産認定につきまして、平成29年から認定に受け取り組まれ、オバステの棚田を含む千曲市内の魅力あふれる29の文化財群と千曲市の文化伝統を語る月の都千曲のストーリーが日本遺産に値する価値として評価されましたことに、平成2年6月文化庁から待望の日本遺産に認定をされました。この認定に関しまして、関係する皆様の並々ならぬご努力のおかげで認定されましたことを、まずもって心から感謝を申し上げます。日本遺産に認定されたことで、この地域の認知度が高まるとともに、今後日本遺産を通じたさまざまな取り組みを行うことにより、地域のブランド化に貢献し、地域の活性化に大いに資するものと思っております。本日オープンする日本遺産センターは、日本遺産に関する展示や観光案内、情報発信を行うとともに、レストランなどの兼ね備えた新たな施設であり、ここを拠点として日本遺産の価値を広く、国内だけでなく海外へも戦略的に発信し伝えていただくとともに、地域の活性化を図る総合的な施設として大きな役割を果たしていただけることを期待しております。結びになりますが、千
筑波市日本遺産センターオープンのためにご尽力いただきましたすべての皆様に改めて敬意と感謝の意を表すとともに末永く筑波市市民やこの地を訪れる皆様に愛される施設となるようご祈念申し上げ祝辞といたします。それではこれよりテープカットに移ります。それでは皆様よろしいでしょうか。ありがとうございます。では私がどうぞと申し上げましたらテープにハサミをお入れください。イベントですか。やっぱですね、お客さんが来ていただくイベントなので、そうですね、まあ、日本遺産に関わるものであればいいんですけれども、やっぱりあのお子さんもね来ていただけるような、イベントが私たちとすればいいかなと思います。また、ここ地元だけじゃなくてですね、まあ、海外のこともこれからね海外のことも含めて来ていただいて何かできるようなイベントができれば私たちは嬉しいかと思いますので。海外からもとか、こうも。人間からもそうですね、はい、受け入れるということ、はい、そうですね、はい、あの家借りとか、ほら、タレとかね、そういうのとなんか組み合わせ、あ、それは、これで、まあ、棚田の関係ありますので、はい、棚田、まあ、オーナー制度ありますので、はい、それと絡んでですね、一緒にですね、やらさせていただければと思ってます、はい、なるほど、はい、ぜひ頑張っていただけたら、あ、すみません、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今日はおめでとうございます。ありがとうございます。日本遺産になったっていう意味も含めて、まあ、リニューアルしたんだと思うんですけども、はい、そのところをお聞きしたいんですけど、そうですね、日本遺産月の都筑波の認定を受けまして、それを機に、観光振興はもちろんですけれども、それ以外にも地域の活性化の拠点ということでこのセンターを整備させていただきました。そうした中でやはり飲食ができる施設というものは観光客の方もそうですし、市民の方からもご要望がありましたので、まあ、せっかくこういったリニューアルを機にですね、
装いも新たに、より多くの方にお越しいただけるように、今回こういったイタリアンのレストランをオープンさせていただくということになりました。また一つ、千曲市の、あれが増えたというか、目玉が増えたような気がしますけど、それはどうなんでしょうか。そうですね、従来のまたお蕎麦屋さんもそれはそれで非常にご好評いただいていたんですけれども、地元の近隣にもですね、美味しいお蕎麦屋さんもたくさんございますので、またそうしたところはまたご案内させていただきつつ、ここでしか味わえないそのオバステイタリアンという名を打ちまして、地元 の食材を積極的にご活用いただいて、地産地消も推進しつつ、多くの方々にですね、親しまれるレストランにしたいという思いがございました。オバステイタリアン、はい、なかなか名言ですね。そうですね、私がつけたわけじゃなくて、レストランの方がおそらくつけていらっしゃったと思うんですけれども、いろいろなですね、他のところでは食べられない、美味しいお料理に私も大いに期待をしております。はい、はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。イタリアンですよね。はい、オバステイイタリアン、はい、と、と名を打って、動画です。よろしくお願いします。